皆さんこんにちは。森島穂高役を演じました醍醐虎太郎です。天野ひな役を演じました森七菜です。僕たちが出演しました映画天気の子のブルーレイ &DVD が好評発売中です。コレクターズエディションにはビジュアルコメンタリーや新海監督によるビデオコンテなどなど貴重な映像特典が満載です。ビジュアルコメンタリーではラッドインプスさんと共に制作の裏話をたくさん語っております。皆さんに天気の子をより深く楽しんでいただけること間違いなしです。ぜひ映画天気の子ブルーレイ &DVD をご家庭でお楽しみください。あの夏の日、あの空の上で私たちは世界の形を決定的に変えてしまったんだ。重力下で無理に尽くせん年に一度の今日、俺帰りたくないんだ。君、家出少年でしょ。少年、仕事探してんだろ。空は海よりもずっと深い未知の世界なんだって。性能で大地を蹴ってここではない星へ。100% の晴れ女。行こう。雨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 。ねえ、今から晴れるよ。夢に僕らでも張って来たるべき日のために夜を越えいざ期待だけ待ったんで、あとはどうにかなるさと肩を組んだ。私知らなかった、青空が欲しい人がこんなにたくさんいるなんて。天気って不思議だ。ただの空模様にこんなにも気持ちを動かされてしまう。心をひなさんに動かされてしまう。もう大人になれよ少年。俺はただもう一度あの人に会いたいんだ。愛にできることはまだあるか。これは僕と彼女だけが知っている世界の秘密についての物語だ。この映画を作るためにまず必要なものは何でしょうか。見ていただいたようなアニメーションのビジュアルのデザインや、あるいはキャスティング、あるいはラッドインプスによる音楽、あるいはそれら全てをこう作るための、お金であったり、必要なものは本当にたくさんあるんですが、ただ最初に必ず必要となるものがあると思います。それは、テーマとキャラクターと物語、その3つだと思います。テーマとキャラクターと物語、天気を作るために必要なその3つは、このようなものでした。読めますかね後ろの方。一番外側にテーマと書いてあります。少年と少女が世界を変える物語を作りたいという気持ちがありました。そして、調和を取り戻さない世界が狂ったままの物語を作りたい。東京が水に沈むとしてそのままで終わる、解決してしまわない物語を作るんだというふうに、最初に決めました。そしてキャラクター、この映画にはたくさんのキャラクターが出てきますが、基本的には3人の物語です。ひなと穂高と、菅ですね。そして物語の要素をパラパラと書き起こしてみました。まず晴れ女、ひなのことですね。そして家出少年、穂高です。2人は貧困の状態にあります。そして晴れ女であるひなは、空の魚の世界に行くことができます。舞台は雨の止まない東京です。雨の止まない東京で晴れ女のひなと、家出少年穂高は晴れ女をビジネスにします。そしてこの物語は、お盆の話でもあります。此岸と彼岸、地上と空の上、2つの世界を行き来する物語でもあります。同時に犠牲人柱の物語でもありますね。晴れ女として多くの人々の願いを叶え続ける雛はやがて、犠牲人柱となって空に、登っていきます。もう一つ、大人の社会との対立の物語でもあります。それは大人の社会というものは菅が象徴しています。そしてもう一つ、僕にとって天気の子で大切だった一つの要素としてホテルの夜というものがありました。先ほど見ていただいたダイジェストでも、穂高が大吾くんがモノログで喋っていましたが、これ以上何も足さず何も引かないでくださいという、ある種穂高にとって彼の人生にとって多分ピークとなる夜があったんですね。しかしその直後に、彼は雛を失ってしまって、その激しい落差ギャップのようなものがあるいは、おそらくこの先の彼の人生を動かしていくんだと思います。そして最後には東京が水没します。天気の子はこのような要素が、集まってできている物語でした。そしてですね、本作はオリジナルの映画ですから、漫画原作小説原作などありませんから、これらの今ご説明したような要素を、僕はそのゼロから探していかなければならなかったわけですね。そしてこれらの要素を何とか探し当てて企画書という形にまとめて、映画会社にプレゼンテーションして映画を作り始めなければいけません。なぜならば、それが自分自身のなりわいでもありますし、あるいはやはり映画を作って観客に見てほしいという強い欲望があるからです。ではそのためにですね、企画書までたどり着くために、そうだな、どのようにここに挙げたような要素を思いついていったんでしょう。一晩で、インスピレーションが降りてきて、こうなんか一気呵成に駆け上げてしまった。世の中にはそんな人もいるかもしれないんですが、僕にはとてもそういうことはできないんですね。物語のための筋力が、物語を作るためのこう筋力が強いような人であれば、もしかしたらこれらの要素を一気に想像してしまって文章の形にできる人もいるかもしれませんが、僕は実はこれらの要素を、集めきるまでに半年近く時間がかかっています。自宅で一人でひたすらデスクの前で考えて、考え続けて、何を作ればいいんだろうということをこう掴んでいった半年間があったんですね。その半年間の期間が、天気の子の、物語の起点と言えると思います。僕は天気の子に限らず、君の名という映画でもそれ以前の映画でも毎回その、半年あるいは数ヶ月間の一人で考え続ける期間があって、そして企画書を書いて、そこから映画制作をスタートしていくんですね。その、思考の過程をこれから皆さんと一緒にたどっていきたいなというふうに思います。何をもって一緒にたどっていくかというとですね、制作日誌というものを、制作中僕はずっと書いています。これですね、後ろの方文字読めますかね。天気の子制作日誌、小6というふうに書いています。抜粋ですよね。天気の子を作るための今日の講演のためにちょっとこう整理して抜粋して持ってきました。日誌ですので本当は実際は、日付は飛び飛びになっておらずほぼ毎日書いているんですが、今回は2016年3月ぐらいからスタートして、4月6月とこう飛び飛びで、抜粋してきています。実際はですね、制作日誌、先ほど申しました通りほぼ毎日つけていて、例えば何を書いているかというと、スタッフの愚痴とかあるいはその、制作の悩みとか、あるいは時々その映画をよく見に行くんですが、映画を見に行って、気に入らなかった場合はその映画の悪口とかをこっそり書いてるんですね。ただ、それは自分のためだけのメモですので、とてもこう人様にお見せできる状態ではありません。ですので今日は、見せられるものだけに絞って制作日誌を抜粋してきました。さらにそのいろんなこと書いてあるので、その天気の子の発想につながったんじゃないかなというところだけを選んで、このような形にして持ってきました。これを振り返りながら皆さんと一緒にまず企画書までなんとかたどり着いていきたいと思います。お待たせしました。うわあ、ネギネギ。ねえ、東京に来てどう？え、あ、そういえばもう息苦しくはない。そう、なんか嬉しい。いただきます。いただきます。え、何？地震？違う違う。穂高、これって本気？だってひなさん本物の晴れ女なんですよね。うん、空に祈るだけで晴れにできるって。まあね。だったら仕事が必要なんでしょ？まあそうだけど、これでお金を取るなんて大体さ、ひなさんに水商売とか無理そうじゃん。穂高、ん？どこ見てんのよ。どこも見てねえよ。すいません。え、ねえ、5000は高くない？やっぱ3000くらいにする？でも確かに生活を考えるとな。イラストとか欲しいかも。あ、私描くよ。え、何これ？猫？カエルだよ。マジ？できた。じゃあアップするよ。いい？うん。ただいま。姉ちゃん、今日はイワシが。ん？誰？あんた。え？あ、君ってバスで見かけた。え、二人知り合い？穂高、この子弟の凪。凪、この人穂高、私のビジネスパートナー。はあ、やば、マジで依頼が来た。え、もうアップしちゃったの？いやだってフリーマーケット晴れにしてほしい。明日だって。え、ちょっと待って待って、私本当にやるの？明日も広い範囲で雨でしょ。明日雨じゃない。じゃないと意味ないじゃん。どうしよう。何なんだよあの男。ひなさん大丈夫？俺も手伝うから。どうやってよ。絵コンテをもとにスタジオでは作画作業が進められています。新海様の作品にね、一度参加してみたいなとは前から思ってたんですけど、従来のアニメーションの作り方とは少し違う作り方をして絵を出し、その様をこう見たいなって。これを田中さん自身が作画監督がやっぱり一から原画のキャラクターを起こすべきだっておっしゃったので、まあどのキャラクターも僕が起こすということになりまして、田中さんがデザインされなかった秋のキャラみたいのは僕が作ることになって、新海さん結構今回はその脇のキャラクターの個性的なキャラクターにしたいと強くおっしゃっていたので、割と「え、こんな風にしていいんすか？」っていう「え、大丈夫なの？」っていうようなキャラクターをこう少し面白がって描いていってるなとは思います。新海さんのコンテに書かれている表情がすごくいいんですよ。表情だけじゃなくてポーズとかその勢いとかそういうものがすごくいいと思ったので、なるべくそれをこう拾うというか、参考程度っていうんじゃなくて、新海さんの出したいニュアンスをなるべくこのキャラクターで出せるように調整したいなと思って、それは意識してやっていたらと思います。移転3点いろいろあったんだけど、うん、ここが歌物デートの曲目になって、本当はここ1曲目だったんだよね。でここで歌詞的には別に穂高がひなに向けて歌う曲なんだけど、まあ、それが逆に俺じゃなくてトコちゃんを歌うっていうことがまあより面白いことになるんじゃないかっていう監督との話もあって、聴きたい曲も見つからない、憂鬱な一日の始まりがクライマックスの決め台詞のように大それてて好き。敵、めっちゃ良かった今回美術の表現のテクニックとかそういう部分でもいろいろチャレンジも試みてはいたんですけれども、どちらかというとそこではないのかなっていうのは監督とやり取りしてて思ったんですね。その話に沿ったもしくはそのキャラクターに沿った目線で作りましたね。よく使われる室内のシーンに関してはいつも以上にこだわって作ってます。で菅のその家族構成だったりとか過去のいろんな生い立ちとか編集プロダクションだから髪の印象をちょっと強くしてあげたりとか、菅とか夏美の性格上きっとこういう整理整頓をするんじゃないかとか正直に詰め込んで作らせてもらったのが結果になったんですね。で色合い的にも菅の事務所でしたらグリーン系で初めからグリーンって決めてたわけじゃなくて。その夏美のキャラクターの清涼感みたいなものを出したいっていう監督がおっしゃられたんですね。もう少しこっちに広げちゃってここにその端にある観葉植物がここに見えるようにしちゃってなんかいいような気がしますけど。でそれをうまく反映させた時になんかこの感じいいから全体的に菅の事務所をちょっと緑の印象にしようかということで外から入る環境光の緑とかもちょっと嘘でもちょっと多めに入れてあげたりとか。そういったことで色彩のコントロールをしたりしてました。気持ちいい。聞いてみようか。オープニングめちゃくちゃいいですね。はい。あ、めっちゃいいですね。ちょっとやり方を変えてみてというのは、ステレオ感がより増すような。普通バイオリンがあって、だんだん下に行くについて、ダイムバイオリンでビオラでチェロでなんて話してるんですけど、左右のアンサンもなかなか触れないので、なるべくこうステレオ感で撮ろうって言って、バイオリンを両側にタッチして。結構低音真ん中に置いている、結構あんまりやらない感じなんですけど、それでよりこうぶわっと広がる感じになってすごい入り口気持ちいいですよね。これがなんかやっぱあった方がいいなって思います。始まる感も出ますよね。ライスから参りました大久保太郎18歳です、高校3年生です。はい、高校2年生17歳の森奈々です。これあげる内緒ね。え、でもなんで君3日連続でそれが夕食じゃん。声優初挑戦の2人に丁寧に指導が行われていきます。君もうちょいだよ。君このぐらいでいく。君君、3日連続でそれが夕食じゃん。ほんのちょっと差なんだよね。わかりました。ここじゃなくてこの辺行きましょう。多分それで問題は何もないと思う。演技いいですね。そうですね。すごく良かったです。はい。やっと聞けた感じがお客さんもすると思いますよ。はい、お願いします。あげる内緒ね。え、でもなんで？君、3日連続でそれが夕食じゃん。すごい良かったと思うんですけど、一番最初なんでせっかくだからもう一回撮りたいんですね。これあげる内緒ね。え、でもなんで君3日連続でそれが夕食じゃん。はい、OK です。はい、ありがとう。どうもありがとう。ちっしょーどけよ。だんだん息が強く息が激しくなっていくニュアンス今もあったんだけどエスカレーションしていった瞬間に打っちゃう感じのもっともう今よりもう1段2段高いところまで行ってもいいかもしれないね。うん、お願いします。4日目、凪役の桐生さくらさんもアフレコに合流。やったー、すげえ姉ちゃん私やれるかも。よし、天気で稼ごう。いいね、楽しげでね。うわあ、ちょっと夏美さん、わーちゃんやっばーってすごくない？こういうの向いてるかも。私、白バイ隊員になろうかしら。もう雇ってくれませんよいいですね、二人役その感じの最後の指が。はい、白バイ隊員になろうかしらも、僕もこう何が最後ギャグになるんだろうと思って一日悩んで考えたセリフですので楽しく言っていただけてありがたいです。天気の子ビジュアルコメンタリー。よよ森島穂高役の大吾小太郎です。100% の雨男です。よろしくお願いします。天野ひな役の森七菜です。100% の晴れ女です。音楽を担当しましたラッドインプスボーカルギターの大城です。75% ぐらいの雨男です。よろしくお願いします。ラッドインプスギターの桑原明です。30% ぐらいの雨男です。よろしくお願いします。ラッドインプスベースの武田祐介です。20% の雨男です。MC を務めますミックです。93% の晴れ女です。始まりました。始まった感あるね。初めて音源聞いた時、鳥肌すごかったよね。びっくりした。めちゃくちゃすごかったですね。マジっすか。何回も聞いた。やばかったよね。そこだけさ、あの携帯のビデオで撮って聞いたりとかしました。で、大吾くんから来たんですよ。なんか思いが上がったのかわかんないけど、本当にありがとうみたいな。サントラが公開されたとちょっとぐらいして、本当にありがとうみたいな。恥ずかしいじゃん。テンション上がっちゃう。そんぐらいですよっていう。野田さん、今回のこの曲については。でもこれもここにこの曲で収まったのは今年の本当に2月とかなので、もう本当ギリギリで、もうちょっとピリピリずっとしながら、でもここで収まってよかったなってすごい思いますね。確か最後に追加された曲ということで。そうですね。祝祭を1曲目にしようかどうしようかとかいろいろずっと議論があって。俺はトウコちゃんの声で映画が始まってほしいなと思ってたんで、だからそうですね。でもこれ何パターンかのサビがあったという。はいはい。これ3、4パターン作ったね。聞きたい。あとこの歌詞で全く違う曲でも作りましたし。聞きたい。ね。だから武田さんと桑原さんはアレンジを詰めるのが結構。ね、時間なくて大変だった。これはもう何パターンくらい作ったかね。自分たちもどのサビが正解かは。そう。最初だからパターン A、パターン B とか作るんですけど、なんか E ぐらいからもうなんか名前で読むのも分からなくなってきて、あのあれみたいな。そう。パターン C っていうのもあるんだけど、なぜか1、2、3、4っていうのもあるんです。C の4とかがですね。そうだからね、最終的にできたのはパターン C の4から5に行くみたいな。結構使ったね。本当はなんか映画の最初20分ぐらい音楽を一切つけずに行きたいみたいな、結構攻めたことを言ってて、それで1年ぐらい進んでたんですけど、気づいたらどんどん増えてって本当に去年の12月とかなんですよ、やっぱあそこの曲。もともと3曲主題歌やりたいっつって4曲になったのが去年の春前ぐらいで、去年クリスマス前ぐらいに呼ばれて行ったら、これどうやら様子おかしいなっつって、この打ち合わせってつまりもう1曲増やせって打ち合わせじゃないですかっつって「分かります?」って超遠回しな言い方するんですよ、監督もプロデューサーも。ちょっとざわついたね。ざわついたよね。去年の今頃だから生きた心地してなかったですね。これあれだよね、オーディションの課題でした。あ、一番最初に一緒にやったやつ。そうだそうだ。全然違かったよね今これ。だってもう台本がないんで、うん、ハンバーガーのお礼って何っていう状態でやったんですよ。流れも何もなかったんだ。もう完全に音を頼りにやってた。でもオーディションまでにはいろんな練習もされましたよね。アニメ見漁りましたね。へー。そっか。そうだよね。じゃないと。一日中テレビに新海さんのアニメついてるみたいな感じでした。じゃあもう君の名はもう何度も見て。見ましたね。やっぱ影響されますか？神木君の声とか。いや結構影響されましたね。モノマネをしながら練習しました。私もした。なんか一個めっちゃ似てるとこあった。どうだろう。予告のところでモノローグめちゃめちゃ神木さんに似てた。俺でも途中天気の子入ってからはあんま見ちゃうと似ちゃうなと思ったので一切見るのやめたんですけど。あ来た。来た。やっと晴れた。気持ちいい。このふわー好き。私も好きです。私ひな、君は？ほだか。いくつ？16。年下か。オーディションの時とか多分ここが一番すごいテンポがいいから、ここが大吾くんとやってて楽しかったんですよ。確かにね、そうだね。お疲れ様でした。いただきます。いい飲みっぷりですね。美味しいです。はい。酔っ払ったらどうなるんですか。そんなに変わらないんですけど、でも一緒に酔っていくから、多分外から見てるとちょっとずつ元気になってってるんじゃないですかね。声が大きくなってるのかもしれないですけど。元気になるっていい表現ですね。おかしくなるじゃなくて元気になるっていうその表現の使い方が美しい。監督の言葉遣いだったら世の中が全部美しくなる気がします。まずはまあ3年がかりで作って終えて世の中に出して。今年の映画で一番たくさん人が見たって、まあものすごい現象なわけじゃないですか。すごく嬉しいですけど、そういうリアクション見て、おっしゃ俺やっぱりよしみたいなことにはならないもんですか。僕はならないですね。なれないというか、一瞬そういう気分になれる時は時々あるのかもしれないですけど、基本的にはずっと後悔してずっと反省してます。それはその映像的にこうすればよかったとかそういうことですか。はい、それもあります。全部ですね。でも一番はまあ脚本と絵コンテかな。もう少しうまくできたに違いないっていうのがずっとあるんですよ。そこなんですか。そもそもの。そうです。脚本と絵コンテです。でも君の名もそうでしたし、天気の子もそうなんですけど、僕は一番最初にやろうとしたことは良かったような気がしているんです。はい、雨が降り続く東京で、その穂高がひなを救うんだっていう物語にしたかったし、それはそうですね、この企画原案に書かれたこと、これはもう間違ってないというか自信があります。はい、今みんなが見たかったものなんじゃないかとか、今みんなが見るべきものなんじゃないかっていう自信はここまではあるんですよ。はい、僕は決定的に足りない部分があったとしたら、僕のその語り方の技術が足りなかったっていうふうに思うんですよ。語り方、はい。例えばもう7分短くするべきだったって最近はずっと思うんですよね。7分、まあ5分でもいいんですけど、まあ5分か6分か7分ぐらい短くできたような気がします。はい、結論から言うと、穂高と対立すべきは菅っていう個人ではなくて、多分こう日本社会だったんですよね。だから警察とかも含めて、あと人々の晴れてほしいっていう願いも含めた社会全体と穂高は対立しなければいけないし、そういう話が天気の子になってると思うんですよ。出来上がった天気の子は、はい、ある時点で穂高は社会と対立するんだ、菅はだからまあ社会のある種のこう一般人の代表なんだみたいなところにこう思い立ったんですけど、そこに思い至るまでが時間がかかったので、子供対社会というかイコールまあ子供対大人ですか。この構図はやっぱりずっとあり続ける。どうなんでしょうね。大大人と子供って実際はどこかでこうね、なんていうか色分けされるわけではないというか、その大人への入学式があるわけではないから、僕たちはずっと間違いながら生きてきてるわけじゃないですか。10代の時の間違いなんて思い返すだけで恥ずかしかったりする。でもその間違いっていうのはある種の純粋さによって起こったことだったりするから、振り返ってみると眩しかったりする。だから穂高が途上にいると思うからこそ、僕たちは彼をある種許せるし、応援したくもなるし、でも彼はこの先変わっていかなければいけないっていうのも分かってるからこそですよね。グランドエスケープは日本語に訳すと地面からのエスケープなのか、壮大な逃避なのか。あ、でも両方僕の中ではあります。ジルが眠りにつく頃、その逃げて出そうっていう意味と、そうですね、壮大なっていう意味のグランドと両方あります。あとやっぱ穂高のあの存在はどっかでその、そこまで露骨にはないですけど、そういう意味合いがやっぱありますよね。存在として、やっぱりここじゃないどっかに行きたいんだっていうその強い思いはね、で世界まで変えてしまってね、その先まで行っちゃってね、男の子ですから。穂高ってずっと逃避してますもんね。ふるさとからも逃避して、いつも警察に追いかけられたり、いろんなところから逃避してて。だいぶ逃げますよね。この前公演みたいなのをやったんですけど、その時に話しててハッとしたんですけど、これその時の制作中のメモなんですけど、昨日の公開中なんですけど、2016年の10月のメモにこう古い場所から逃げる、今の社会から逃げる物語ってどうかなと、その天気の子を考えてる最中だったんですよね。っていうのをこう天気の子につながったかなっていうテキストをこれ公演用に赤字にしたんですけど、これを見た時に、あ、グランドエスケープだっていうふうに思って、こんなメッセージとかこういう単語を洋次郎さんに伝えてないのに、ああいう曲が上がってきたっていうのも、なんかね、好きって思えば今好きって言いました。